タラン・アダルシュタラン・アダルシュは、インドの映画評論家、ジャーナリストオン編集者。BK ・アダルシュの息子であり、主にツイッターで映画の批評や、興行成績を発信している。15歳の時に、映画の興行成績を取り扱う、週刊雑誌トレードガイドの編集者となり、ジャーナリストとしての活動を始めた。1994年に、セザード・カーン・カシュミラシャーが出演する。 テレビドラマ、ハロー、ボリウッドのプロデューサー、脚本を担当した。アダルシュは、トレードガイドで仕事を続ける一方で、ボリウッド版がまで映画批評家としても活動している。アダルシュは、インドで最も人気のある映画評論家の一人であり、彼の批評は、映画ファンだけではなく、俳優や映画制作者、映画ニュースサイトからも注目を集めている。一方で、 批評の影響力が大きいことから低評価をつけられた映画の主演俳優のファンから反感を抱かれることも多い。2018年に公開されたシャールクカーン主演の0215の評価をつけた際には激怒したシャールクのファンによる大規模なインターネットトロール被害を受けた。また同時期に公開されたランビール新主演のシンマ245の評価をつけた際にも シャールクのファンから、プロデューサーのカランジョーハルから金を受け取って、高評価をつけたと中傷される被害を受けている。ありがとうございます。